皆さんこんにちは。第38回目、拳銃枠ですね。今回もリクエストだ。アメリカ製の現代デリンジャーを紹介していこうと思う。デリンジャー？まあ、単発もしくは複列重心の小型拳銃だ。今回は元となったレミントンデリンジャーを紹介するわけではないので、動画の趣旨を変えていく。というと？これらはほぼ仕様が同じであり、すべてに対して簡潔に短く終わってしまう。そのため今回は現代アメリカ製デリンジャーを紹介し、最後にどれを選択するか？というのを問いかけられるような動画にする。つまりは適当にやっていくということですか？その通りでございます。おい。この動画では日々リクエストを募集している。何か調べていただきたい、最速などありましたらぜひコメントください。では早速始める。紹介する前に、まずはデリンジャーについて話していく。本来デリンジャーが指すものというのは、1865年4月14日に起こったリンカーン大統領暗殺事件の際に用いられたフィラデルフィアデリンジャーという小型拳銃だ。これは火打ち式ですかね？いや、パーカッションキャップだ。これらデリンジャー含めた単銃身小型拳銃は、護身用として軍将校から民間人まで人気があったようだ。このデリンジャーは世界各国でもコピー生産され、この際本来のデリンジャーを間違ってデリンジャーと誤ったスペルで表記して販売してしまう。読み方はほぼ一緒ですけどね。このスペルミスでの名称がやがて定着し、現在はこのデリンジャーがこれら単銃身または複列重心の小型拳銃を指す一般名称となっている。ちなみに自動拳銃タイプや回転タイプはデリンジャーという枠ではないのでここは混同しないようお願いする。現代でもそのシンプルさと機構的にサイズが抑えられるなどの利点から護身用としてチョイスされる場合もある。特に隠せる場所があまりない場合、薄着の時にストッキングに隠したり、財布に入れたりなどで携行することができる。エッチコンロ点か。やめろ。まあともかく現在はより実用的な小型拳銃というのが登場しているので、使用幅というのは昔と比べて縮小していると思う。基本的に近年のデリンジャーの代替はレミントンタイプだと思われる。二つの上下重心に弾薬を入れ、後ろの撃鉄を起こすことで手動で2発射撃する。強いて言うならば抽出器はあるものの消し付きはなく、これに追加して何らかの安全装置、トリガーガードが追加されたという感じだ。このタイプが主流なんですね。まあ、他のデリンジャータイプももちろんあるので、あくまで主流だということを強調しておく。ではここからは個人的に捻出した7つくらいのデリンジャーを紹介していく。今回の紹介を踏まえ、自分ならどのデリンジャーを選択するかというのを考えながら見ていただく方法が一番面白いと思う。ぜひコメントをいただけたらと思う。私たちも選択しましょうぜ。まあ、この動画を作ってる張本人は別にアメリカ在住ではないがな。まずはコブラファイアーアームズ社製デリンジャーだ。この会社のデリンジャーはほぼレミントンデリンジャーとなっている。製造部品はほぼスチール製で頑丈で、値段は100ドルから200ドルと安価となっている。他のデリンジャーはこれ以上の値段がするんですか？当たり前だよな。AR-15 に値段のばらつきがあるという事例がこのデリンジャー界隈でも起きている。トリガーの引き代は他と比べ重めだそうだ。そしてオリジナルにはないトリガーガードを備えたモデルも存在する。使用弾薬は22ロングライフル、380ACP、38スペシャル、22ウィンチェスターマグナムと低威力な拳銃弾が主となっている。そのためストッピングパワーが不安視され、護身用としてはあまり信頼できない感じだ。他のデリンジャーはこれ以上の弾薬を用いているんですね。まあ、次に行くぞ。次は DA デリンジャー。この拳銃はハイスタンダード社が開発した D100 をアメリカンデリンジャー社がライセンス生産した代物だ。見ての通り滑らかなデザインにより取り出しの際の引っかかりを予防しながら、ダブルアクションで作動する。つまりはより早く構え、2発をぶち込むことができる。使用弾薬は何でしたっけ？22ロングライフルや38スペシャル、そして357マグナムや 9mm ルガー、40スミス&ウェッソン弾頭の比較的ハイパワーな弾薬が発砲できる。357マグナムが射撃できるんですね。まあ、357マグナムを射撃する 3D プリンター銃なんかもあるくらいなため、そのハードルというのは案外低いのかもしれない。ちなみにアメリカンアームズ社のデリンジャー自体には従来のレミントンデリンジャータイプもある。45コルト、4等仕様のレジェンダリーモデル1、同じ弾薬の競技向け超重心モデルのモデル8、44スペシャル弾から22ロングライフル弾まで対応したモデル7、モデル10、モデル11なんかがある。競技用デリンジャーなんかあるんですね。これらの値段はこんな感じだ。ここに表記されてないモデルもおそらく同じくらいの値段だと思う。コブラ社のデリンジャーと比べて2倍以上の値段になりましたね。ちなみにアメリカンデリンジャー社には特殊なモデルが存在するが、これは口述だ。え？次はボンドアームズ社製のデリンジャーだ。この会社も初めて聞く企業ですね。まあ、この会社が現在最も多くデリンジャーを販売している企業みたいだ。ここのデリンジャーはレミントンデリンジャーの改良型のような仕様となっている。独自特許のリバウンドハンマー、激震が固定ではなく可動式、クロスボルトの安全装置とかなり安全性が向上した。こうして並べると結構違う箇所が見えてきますね。弾種は45ロングコルト4等、35738スペシャル、そしておそらく 9mm 弾仕様も存在する。
ラインナップはアメリカンデリンジャー社を被せるように豊富で、デリンジャーとして文句ない商品となっている。お値段は350から950ドルとアメリカン社並みなため、アメリカン社の面目丸つぶれのような商品だ。値段はそこそこですが品質が完備。私はせっかくだからこの拳銃を選ぶぜ。まあ待てコンバット越前。まだ他にも色々あるぞ。次はダブルタップデリンジャーだ。現代チックになりましたね。ステンレス高重心とアルミニウムまたはチニウムで構成されたフレームを備えたデリンジャーだ。この拳銃は開発者曰く、リベレーターから影響を受けたようだ。ダブルタップという名の通りこの銃器は素早い連射が可能で、独自のボールベアリングトリガーシステムを用いている。DA デリンジャーより軽いトリガープルで連射可能なんですかね。デザインも引っかかりを抑制する形状だ。お値段は500から800ドルとボンドアームズ社レベルで購入できる。現代デザインと仕様的にこれをチョイスしても良さそうですね。弾薬は 9mm ルガーと 45ACP の2つだ。次は現在生産されていなく、若干古いがコップ357だ。あ、見た時ありますね。ウィンチェスターリベレーターを開発したロバート・ヒルバーグ氏により開発された4連ペッパーボックスピストルだ。内部機構は4つの重心にそれぞれ撃心を設け、その後ろにあるハンマーの接触部が回転することで一発一発ずつ射撃することに成功している。他の仕様は一般的だ。弾薬も357マグナムと申し分ないものの、バックアップガンとしては重く、幅も広いという欠点がある。この幅でしたら、逆に別のポケットピストルをチョイスした方が。生産は1983年から1990年と短期間で、現在は1400ドル程度で取引されている。高いっすね。では最後だ。アメリカンデリンジャー社製、M4 アラスカスペシャルだ。これが口述すると言っていた銃器ですね。この銃器が従来とは違う点は4570ガバメント弾を用いているという点だ。え？この弾薬は古くは軍用銃の弾薬として用いられていたが、その重い弾頭と 9mm ルガー並みの初速により、あまり被弾箇所を損傷せずに目標を停止させることができることから、現在は狩猟用弾薬として選択される場合もある。基本的にマーリンモデル1895やルガーナンバーワンなどのライフルから射出されるが、一部マグナムリサーチ社の DFR やトンプソンコンテンダー等の拳銃からも発砲された。この枠にこの拳銃も入っていく。これらの拳銃は絶対大きいですよね。まあ、そのためこの拳銃は護身用という枠ではあるものの、あくまで猛獣からの護衛に対して用いられる銃器だと思う。値段も約1200ドルと格段と高価だ。街での護身用でしたら火力バカ向けですね。ダッチが持っていたら似合いそうだ。そんなわけでいかがだっただろうか？デリンジャーは、なんかかなり一瞬でしたね。他にも単発拳銃2種を確認したが、今回の趣旨にそぐわないと判断したため今回は紹介しなかった。ジャンクガン漁っていたら色々出てきそうですよね。それで、どうだ？モミジだったらどれをチョイスする？私はやっぱりダブルタップデリンジャーですね。現代デザインに連射も効く。弾薬も自動拳銃ので余裕がありますよ。そうか、私が選ぶのは、何です？グロック26。最大11連射できるオーストリア製コンパクトオートだ。デリンジャーじゃないんですかい。高評価をよろしく。よろしくお願いします。あの犬っころとカッパ。途中で切り上げやがって。また見てね。